おしんこしんの滝とは、北海道斜里群斜里町のチャラス瀬内川の川口付近にある滝。標高は70メートル。落差は50メートル。分岐爆。日本の滝100選の一つ。源流は、知床半島の中央部に位置する、御根別岳西側斜面である。名前の由来は、アイヌ語で、川下に、エゾマツが群生するところを意味する。 おしゅんくうしから転じた。ちなみに滝がかかる川、チャラスセなの由来は、同じくアイヌ語で、チャラチャラ流れ下る川からである。知床半島第一の大枠であり、観光名所となってからは、滝の二条の流れから二見の滝とも称される。駐車場から滝の中ほどまで階段で登ることができ、岩盤の設備面に大きく二つに広がって流れる滝を、 正面から間近で見ることができる。知床百景の一つに数えられ、国道334号沿いにあること、滝と駐車場の位置関係が近いことから、観光バスが立ち寄ることも多い。滝の上型には、国道334号の旧道が通っており、旧道からは、オホーツク海を背景に滝を見下ろすことができるが、ノリ面損傷が発見されて、以来、 断続的に落石防止工事が行われており、シャリ市街方面ウトロ方面を通り抜けることはできなくなっている。また、2009年までは滝のそばにある売店周辺に茶色の猫が住み着いており、観光客に人気の存在となっていた。ありがとうございます。